北九州市でも今日から市内の公共施設が休館となっています。市立図書館では、事前に予約した本を受け取る臨時窓口が開設されました。北九州市内14の図書館には今日から臨時の窓口が設けられました。休館中も市民の読書の機会を確保するのが目的です。インターネットなどで事前に予約した図書の受け取りや返却など、一部のサービスを利用できます。 ネットで予約さえすれば取りに来られるんで、はい、助かりますやっぱ自分で買うとなると結構お金かかっちゃいますんで図書の貸し出しは2週間ですが休館中に期限を迎える図書については来月8日まで延長されます北九州市ではこれまでも緊急事態宣言などで休館した際臨時窓口を開設していて3回目となります